そしてこちら葉っぱさん、チャコータのレーダーオンロードとケミツ、すごい俺の最初のこ、時刻は3時18分です。皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっとこの時間はおしゃべりしたいと思います。なんてったって今日からスタートした新コーナーがあるんです。今日からですね、毎週月曜日のこの時間にお送りします。食ライフナビプレゼンツ、食のコンシェルジュ。このコーナーでは家族の食べるを食のプロコンシェルジュがナビゲート。もっと便利で楽しく、そしてお得に皆さんと一緒に楽しい食生活を目指していきます。では早速食のコンシェルジュ、私のパートナーをご紹介しましょう。管理栄養士の杉山美奈子さんです。杉山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしていたんですけれども、今日はもうあの生放送なので本当に、何を聞かれるかなってちょっとしてますもう明らかにこのコーナーの BGM の選曲が杉山さんメインで選ばれているなという感じがすごくしますもう本当に楽しませていただきたいと思います。杉山さんとってもスレンダーで綺麗な方なんです。もう宝塚にもいらっしゃるそうなぐらいお綺麗なお顔立ちでいらっしゃるんですよ。皆さんいやいやもう本当にあのツーストライクワンボールの番組ページ開いていただきますと、食のコンシェルジュというバナーありますので、そこをクリックしていただきますと、杉山さんのお顔もちょっと拝見することができるようになってますので、ぜひ皆さんご覧ください。杉山さん、ちなみに美奈子さんと呼ばせていただいてもいいですか。はい、ぜひもうあの美奈子さんでも美奈子でも結構ですので、ご自由に呼んでいただいて、そんなお名前呼び捨てしたら旦那さんに怒られてしまいそうですみたいな美奈子さんに言いたいと思います美奈子さん、ママさんでもいらっしゃるんですよね。はい、お子さんは何人いるんですか。はい、今2人です。お子さんちなみに何年生でいらっしゃるんですか。上の子供が小学校3年生です。下の子供が3歳の女の子。小学生の下の子供が小学校3年生、本当に見えないって言う。